もこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回はね、はいこちら見ていきましょう。で今回はねネットショップでちょっとまとめ買いしたやつがね届いたので、早速ちょっと、ね、開けていきますが、まあ、結構僕ね巷では作りがいいって噂は立ってるんで、ちょっと開けるのこれ楽しみにしておりました。まあまだ発売されたばかりなんで、気になった方はぜひガチャガチャ探してみてください。はい、今回はこちらですね。4種のセットになっておりまして、ミニカーですが、車種はランクルですね。64分の1スケールのランクルなんで結構いいと思います。はい、カラフルな4つのカプセルが登場しましたが、ではちょっとこちらからね開けていきましょう。まずねちょっとブックレットをねお見せしたいと思いますね。よっしょ。はい、今回は改めましてこちらです。ランドクルーザー FJ40 の64分の1スケール全4種ですね。ラインナップはこんな感じですね。多分色違いだけだと思います。レッドにグリーン、ブルーにホワイト、まあ白黒プリントなんで色は何のこっちゃ分かんないですけどもねで、あとこれ知らなかった、ナンバープレートは自分で付けるんですね。ほう、なるほどね。ちょっと気になるところですが、さあさあそれではね開けていきたいと思います。早速では白色からいきましょうか。あのカプセルごとにそれぞれの車両の色が入ってるみたいなんでね、まあ横から覗いて自分の好きなね色を狙えると思います。で袋は密閉で、あ、ミニカーすごいいい感じで、ナンバープレートがここに入ってますよこれね。じゃあちょっと早速ね車の方から見ていきましょうかね。はい、どうだ。おお、すごい、本当になかなか結構いい感じですねこれ。ではではでは、くるっと見ていきますが、フロント部分こんな感じです。すごいですね。ちゃんとライトはクリアーパーツですね。でウインカーなどはね塗装仕上げなんですけど、このね塗装がね本当に細かい、すごいね。ボンネットもね、はい、こんな感じになっておりまして、造形とか塗装とかもねしっかりと作ってありますね。でミラーね、これかなりね繊細です。細いんで取り扱い注意したいところですけども、ちゃんと両サイドこんな感じでついてますよね。でこれボンネット開くんですかね、なんか開きそうな感じするんですけど、ちょっとギミック表記は説明書にはなかったんで、あ、これはマックついてるのかな、開かないか、なんかすごい開きそうなそんな作りになってます。で側面、はい、横はこうなってまして、こちら側も形というか、で側面ですが、はい、横から見るとこんな感じですね。非常にこの面もよくできております。なかなか見応えがありますね。ちょっとまあ塗装が荒いというところも若干あったりはするんですけど、なかなかほんと細かい。で中も、はい、こんな感じでね、かなりいい感じで作られていますよね。で後ろをねくるっといきまして、はい、こんな感じです。はい、こちらにはねスペアタイヤ、これちゃんと別パーツで作られてて、かなりリアル。まあトミカとかだと結構一体成型が多いですけどね、これは全く別で付けられてますね。で本当にこちらの面も細かい部分の塗装であったりとか、あとここのマークですね、ここもちゃんと入ってて、で形も本当によくできてるんでかっこいいですね。後ろの面から見てもかっこいい。扉の開閉とかできたらもう最高でしたね。で反対側の側面はこんな感じで、こちらから見てもバッチリではないかと。で上から見るとこうなってて、そこから見るとねこんな感じになっております。でこの車両は特にサスペンションや扉の開閉の、ね、ギミックとかはないですね。手転がしのみがねスムーズにできるようになってます。で付属のナンバープレートね、これですね。これをちょっと一応チャレンジしましょうか。まあナンバープレートって言っても特にこうなんかプリントがしてあるわけではなくて、はい、こんな小さなねパーツになってますね。これをですよ、バンパーのこの向かって左側のここですね、この部分に取り付けるみたいなんですが、ちょっと指では厳しいかもしれないんで、ピンセットがある人はピンセットの方が良さそうですね。で一応固定は接着剤などでね取り付けるみたいです。一応今回ちょっと固定しないんですが、乗せるだけ乗せてみますか。よいしょ、ここに挟み込むような感じでいいのかな、いけるかな。これひょっとするとナンバープレート側を削らなきゃいけないかもしれない。あんまりねきつくやるとバンパーがね折れちゃったりしたら嫌なんで、あ、一応つきましたね。はい、これで OK かな。難しいところですが、一応説明書通りの場所に挟み込むとこんな感じになります。まあこれはうん、多分好みでいいのかな。まあ接着剤でね貼り合わせてって書いてるんですけども、まあ、僕はうん別で保管しておこうかなと思います。なくてもいいと思います、ね、別にね。はい、まあてな感じでね、とりあえず1台目白色のカプセルからは FJ40 のホワイトがね登場しました。いいですね、本当にしっかりとねできていてかっこいい車両になってましたね。さあではね他のね車両も3つあるんで次々ね見ていきたいと思います。さあではでは続いては僕の好きな赤色いきましょう。
結構色的にはなんか濃いめの感じはするんですけど、実際はどうなのかな。あ、割と、あ、でも明るいですね。ビニールに包まれててちょっとね、こうくすんでる感じに見えたんで、実際はかなり明るい感じになってそう。あ、かわいいこれ。はい、車両の方はね、来るとね、こんな感じになってるんですが、非常にね、いい色使いですね。かわいいですね、本当にね。ルーフがホワイトで、メインのボディカラーが赤色。かなり明るめの赤色でした。で、こちらの車両も本当にね、こう細かい造形や塗装など、こんな感じでね、しっかりと入っておりまして、いいねー。めっちゃ可愛いね。トヨタの文字も輝いております。輝いてはないか。で、側面はこうなってて、この面もバッチリですね。特に塗装の大きなムラとかは、まあ若干あるのかな。ないって言い切れなかったね、今ね。若干はあるんですけども、まあまあいい感じの仕上がりになっているとは思いますね。で、さっきの車両で言ってなかったんですが、ちゃんとホイールも前後違うものが使用されてたりだとか、あと窓枠とかもね、ちゃんと塗装入ってて、非常に作りはいいですよね。で、後ろの面はこうなっておりまして、この面も同じくバッチリとね、作られております。非常にかっこいいです。で、反対側はこうなってて、で、上から見るとこんな感じになっておりまして、ぐるっと底の部分はこんな感じになっております。で、この車両も特にね、サスペンションなのにギミックはないですね。手転がしのみがね、スムーズにできるようになってます。はい、ということで、二つ目ね、赤色のカプセルカラーは、もちろんね、ボディカラー赤色のね、車両が登場しましたが、いいですね。この赤色、非常に明るくて、とても可愛い仕上がり。最初のね、ホワイトとこう並べると、なんかめでたい感じしますよね、紅白ね。本当に作りがね、いい車両なんで、あ、まあ材質とか言ってなかったんですが、ちょっとプラスチック系なんですけども、まあね、細かくね、本当作られててね、まあまじまじと本当に近づいてまじまじと見なければ、ポンと奥にはね、すごく絵に、ね、なる車両たちになってます。これは本当に結構おすすめかもしんない。まあ、ということで二つ目は、ボディカラーね、赤色の FJ40 でした。ではね、次のね、車両もね、行ってみたいと思います。じゃあ続きましては、なんか赤ってきたら次は、じゃあブルーかな。ブルーね。青色カプセル行きましょう。この車両も今の赤色と同じくルーフはホワイトですね。さあさあそれでは開けていきますか。あ、さっきのナンバーつけるの忘れてた。まあいいか。ね。最初のホワイトで多分ナンバーの感じは伝わったと思います。ではでは3つ目ね。はい、ブルー行きましょうね。これもね、多分ね、好みはあるんだと思うんですけど、非常にね、可愛いカラーですね。まあ、明るい青というか、どちらかと深めの青色ですかね。暗めというわけではないですけどもね。ではね、くるっていきますが、フロントこんな感じですね。まあ、もうこちらもね、しっかりとできてますね。基本的には先ほどのね、2色と同じです。はい、側面はこうなってて、あ、なんかここの出っ張りがなんかすごく気になるね、これ。さっきまでの車両は、あ、ちょっと成形ミスなのかな、組み立てミスなのかな、なんかすごい出てる、ここのね、後ろのパーツね。まあ別パーツ作られてて、上からこうちょーんとこう多分乗せてるんでしょうけど、歪んじゃってますよ、これね。ちょっと外れ引いちゃったようです。まあまあまあ仕方ないということでね。はい。で、後ろの部分はこうなっておりまして、なんかブルーのこの引き締まったこの感じもいいですね。うん、なんかこういった締まったカラーもいいですね。で、反対側の側面はこうなってて、こちら側は逆に内側にちょっと入り込んでるような感じなんで、やっぱりちょっとこう、向こうにずれているような感じなんですかね。なるほどね。一体成形じゃないんで、まあこういったところはまあ、うん、ガチャガチャだし仕方ないのかな。あ、ちょっと塗装が、あ、これはシルバーか、合ってるのね。一瞬塗装飛んでるのかなと思いました、ここ。危ない。で、上から見るとこうなっておりまして、ルーフはホワイトに輝いております。で、底の部分は、はい、こんな感じですね。で、こちらも、まあ、もちろん特にギミックはないですね。手転がしのみがスムーズにできるようになってます。はい、ここまでで登場しました。3色ちょっと並べてみましょう。いいね。まあ、細かい作りは若干こうね、3つ開けると色々個体差が気になるところも出てきましたが、見てください。こう並べるとやっぱ、いいね。スッキリしててね。なんか、絵力が本当にありますね。これは多分、後でインスタにあげますね。この白とね、赤の、この差を中和してくれるようなこのブルーもね、素敵なね、車両になっていると思います。かっこよかったですね。さあではね、残り1台。さあ、これが多分グリーンなんですけどもね。ではね、続いてね、見ていきたいと思います。さあ、これが一番ね、ちょっと癖があるというか、なんでしょうね。なんか特徴が一番あるカラーかもしれませんね。一応グリーンです。といってもこの袋の外から見てる感じはなんか緑っぽくないんですけども、これは何グリーンっていうのかな？単純に緑っていう感じではなさそうですね。お、
あー、かわいいわこれ。なんかね、一応緑なんですけど、めっちゃ緑感っていうのはないんですよね。で、まあまあ緑どう言ったらいいかわかんないですけどね。これなんていう色なんでしょう。モスグリーンでもないんですけど、なんかね、こう戦闘機じゃないけども、そういったね、あの軍隊の車両に使われてそうなグリーンなのかな。まあでもそこまで重い感じもしない、こうおしゃれなグリーンですよね。いいね、このカラーもいいですね。で、それに合わせてですかね、このルーフのカラーもちょっとこう黄色というか、まあ多分これもね、若干緑の色が入ってるんだと思います。まあちょっとね、僕色の種類がねあまり知らないんで、何色って言ったらいいかわかんないですけどね。まあ動画でね、なんとなく皆さんに伝わればいいかなと、そんな感じで思いますね。若干まあガチャガチャ回して色の違いがねあったらごめんなさいですけど、まあ本当おしゃれです。すごくおしゃれですね。で、車体の方ですがね、もちろんこちらも先ほどまでと同じく細かいところの造形や塗装などは本当にあのしっかりとねできていますよね。はい、まあ、今回の車両ね、前もそうなんですけど、後ろがね非常にカオス的ですよね。うん、前ばかり見がちなんですけど、後ろもねぜひこう回した方はね見てみてください。本当によくできてます。で、側面はこうなってて、で上から見てみるとこんな感じで、底の部分はこのようになっております。で、この車両も特にねギミックないですね。手頃足のみがねスムーズにできるようになってます。はい、ラストね、4つ目はね FJ40 のグリーンでしたけど、いや、まあなかなか本当にね、あのご覧になられた通り渋いというかね、かわいい、かっこいい、なんかこう全てが当てはまるような、とてもね素敵なねカラーリングのね車両に仕上がっておりました。まあ落ち着きが一番あるのかもしれないんで、なんか本当にね雰囲気としては一番いいかもしれませんね、今回のシリーズでね。素敵なねミニカーに仕上がっておりました。ではラスト、はい、4台ねちょっとね並べてみますが、はい、今回はいいね、本当にいいですね。いいしか毎回言わないって突っ込まないでくださいよっていうかね、まあ、本当にあのすごくね形がよくできておりまして、あ、ちょっと白色よく見た、これミラー曲がってんなこれ直そう直そう、曲がらないように大丈夫かな、よし、なんとかなった。まあこんな感じで、今回は一回ねちょっと外で値段確認してないんでわかんないですけど、多分ね、まあ、200円じゃないでしょうね、300円か、ま、高くて400円ぐらいのガチャガチャだと思うんですけども、まあ、64分の1スケール、まあ、普通のトミカとかね、他のミニカーとの同じぐらいのね、大きさのね、ガチャガチャです。まあ、個体差はあれど、造形などもね、しっかりと作られておりまして、なかなかいいミニカーになってたと思うんで、気になった方はね、ぜひね、回してみてください。ということでね、今回はね、この辺りにしときたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のね、チャンネル登録やコメント、評価、どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あと、ツイッターやね、インスタもやってますんで、そちらのフォローの方もね、ぜひよろしくお願いいたします。では今回もね、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではでは、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。